c'était ramener des souvenirs. Oh non, mais fallait pas. T'inquiète, ça me fait plaisir. Mais il y a de quoi nourrir un régiment là-dedans. Non, qu'on ne veut pas. Et plus chargé que ça, il n'y a pas. Je te jure plus, toi. カリブ海から来たフランス人のジョアン君です。このチャンネルでは日本とフランスの違いについて話したり、フランス語も教えます。だから気になる人、動画を見逃さないようにぜひ登録してください。それでは早速始めましょう。Je t'ai ramené des souvenirs. Oh non, mais fallait pas. Fallait pas. フランス人ってさ、いつも merci を言わないんですけれども、それについて merci よりどんな言葉を使ったらいいのかを動画をアップしましたので、ぜひ気になる方見てみてください。じゃあファレパは一つのその言葉ですね。いいのに、そんなしてくれなくてもいいのにっていう意味ですね。日本語の翻訳を教えてくれた人は登録者なんですけれども、ありがとうございますね。意味はもう通じると思うんですけれども、すごく嬉しくて、でももらってもいいのっていう気持ちを伝える。おーめファレパー、ファレパーっていうふうに言います。 Oh non, mais fallait pas. T'inquiète, ça me fait plaisir. T'inquiète. T'inquiète はですね、もう前説明したんですけれども、迷う人がいたからもっと詳しく説明したいと思います。 T'inquiète は心配してくださいを思う人がいましたね。で、心配してくださいだと肯定だと inquiète toi っていうふうになりますね。 inquiète toi、 心配してください。でもT'inquiète toi, ne t'inquiète pas の短いバージョンです。で、やっぱり ne t'inquiète pas を見たら ne pas っていう否定の言葉があるから、心配しないでくださいっていう意味ですけれども、フランス人は ne t'inquiète pas は言うんですけれども、それよりよく言ってるのは t'inquiète とか t'inquiète pasっていうふうになんか自然に聞こえます。だから相手を安心させるための表現ですね。T'inquiète, ça me fait plaisir. Mais il y a de quoi nourrir un régiment là-dedans. Il y a de quoi nourrir un régiment. この表現ですね、特別な表現です。だから食べ物についてしか使えない表現です。意味なんですけれども、直訳すると軍事連隊を養うほど食べ物がありますっていう意味です。だから食べ物いっぱいありますっていう意味です。いっぱいですね。いやどこは nourrir un régiment là-dedans っていう感じですね。で、もちろんそんなにいっぱい食べ物はないんですけれども、相手に思ったより食べ物が多いっていう風に伝わるための表現です。だから、わお、びっくりしてる。え、そんなに持ってる?っていう感じが伝えてますね。だからみんなは使わなくてもいいんですけれども、多分人生の中で一回フランス人に言われますので、Mais y a de quoi nourrir un régiment là? って言われたらもうみんなわかりますね。食べ物はいっぱいだな。っていう意味ですね。Mais y a de quoi nourrir un régiment là-dedans?Non, quand même pas! Quand même pas! 前のビデオに説明したんですけれども、あ、ah、ouais、quand même はびっくりするとき使う表現ですね。なんか、本当?え、あ、ah、ouais、quand même! で、今回は否定の形されてるんですけれども、quand même pas! そんなわけないでしょ。quand même pas! それほどじゃないっていう意味です。Non, quand même pas! Et plus chargé que ça, y a pas! Plus chargé que ça?やっぱ。これはすごくカジュアルな話し方なんですけれども、直訳すると、これほどプレゼントを入っているカバンは存在してないと思うみたいな感じですね。だから、ビデオの中で言ってるのは、世界の中でこんなにプレゼントを持っているカバンはないかもしれないので、すごくいいなって言ってるんですけれども、まあやっぱりそうではないんですね。余計な風に言ってるんですけれども、実際はありがとうの感じを表現するための言い方です。他の例えだと、plus gentil que ça、やっぱ、本当に優しいなっていう意味ですね。plus gourmand que toi、やっぱ、plus drôle que toi、やっぱ、すごくカジュアル、若者が使ってる表現なんですけれども、まあ聞いたらみんな今からわかりますね。plus chargé que ça、やっぱ。toujours plus toi。toujours plus とか、toujours plus toi。なんか、余計でしょ?余計なこと言ってるでしょ?まあ、ポジティブ的にね、余計なこと言ってるでしょ?とか、お世辞でしょ?
toujours plus toi. 直訳すると、あなたはいつも事実より余計なことを言ってる。でも本当にポジティブな感じですね。まあ日本語だと余計というかね、ネガティブイメージつけてるけど、言いたいのは相手を感謝するためすごいことを言ってるっていう意味ですね。だから toujours plus toi。あなたはいつもそうしてる。いつも余計なことを言ってる。ポジティブ的にね。toujours plus toi。はい、toujours plus quoi。このビデオの中で新しい表現を学んでいたら、ぜひぜひ評価、グッドボタンを押してください。そしてコメントの中で一番使いたいとか一番面白い表現を教えてください。ビデオを見逃さないように登録してください。それでは、ありがとう。